しい。おはようございます。はいさーい、ジャンゴの石です。マキセです。どうもよろしくお願いしますということでね、はい、このね、皆さん、はい、今日はね、そしてトーク3人暮らし、まあ、お気づきの通りね、皆さん、はい、男3人での3人暮らしなんですよね。2018年、まあ、いろいろ動画撮ってきましたよ、はい。でね、やっぱ一つね、もうずっと引っかかってたことがあって。何ですか？花がない。やっぱりね、こう見てる人もちょっと花欲しいなとか思う方もいると思う。ああ、まあね。なんで2019年ちょっと始まって、はい、花をね、出していきたいと思いまして、お、今日は醸造したいと思います。花の出し方は当たってる？当たってます、当たってます。いや、だって女性を呼ぶわけにはいかないじゃないですか。まあね、で、金ヶ崎に花のある若い女性いないんですよ。僕らが女子になろうじゃないかということで、今日はね、女装するんですが、まあ、ただただ女装するだけだとあれなんで、まあ、女装して見てる皆さんにね、こう女子どっちが可愛いなっていうのをちょっとね、対決みたいにして決めていただきたいんですよ。可愛い子、はい、どっちが可愛いよっていうのをね、はい、で、負けた方はその日、一日中どこ行くにしてもその格好で、女装のまま、女装のまま。だからどっか買い物行くとか、誰か呼ばれたから人のとこ行きますってなっても、もう負けた方ってことは可愛くない方が選ばれてるってことなんで、そうね、もうその恥ずかしめをちょっと受けてもらおうと。女装のまま、はい、罰ゲームでね、コメントでもう一番多かった方の勝ちにします。どっちが可愛いっていうのが、今日はね、ちょっと皆さん見てる人にちょっと目の保養にね、なってもらうためにね、女装していきたいなと思いますんで、はい、それでは早速女装の方行ってみましょう。本当に化粧する前のお母さんみたいな、そうよ、ね、風格出てきたね。もうちょっと待ってなさい。保湿クリームやってるお母さん。本田翼目指して。本田翼。本田翼。可愛いでしょ。代表。本田翼。本田翼。俺誰だよ。椎名林檎とか。黒柳徹子じゃない。黒柳徹子。女装はね、俺企画で一回あるんですよ。やってもらった。企画って。前専門学校たちの。企画でなんかその女装コンテストっていうのがあって、それの MC やってたんで、そのオープニングつかみとして俺の女装の写真を見せますよって一回ガチでちゃんとやってもらったことあるんですよ。ですっげえメスゴリラみたいなオカンみたいな顔してて、オカンがメスゴリラってことじゃん。まあ俺がゴリラみたいな顔してた。そうなんです。オカンとそっくりなんですよ。そう、その時初めて俺オカンの子やって分かった。世間が持ってる本田翼のイメージと俺が持ってる本田翼のイメージ違うからね。さあ、第1回女装グランプリ、ジャングル大西と牧師一世やりました。まずは牧師くんから登場してもらいたいと思います。それでは牧師一世くん、どうぞ。おお、かわいいやん。どう、かわいくなった？かわいい、かわいいじゃん。マキシ一世感もすげえ残ってるけど、残ってる、残ってるけど合うね。服着こなしてますね。服ピチピチなんよね。かわいいね。どう、初めてでしょ女装。初めて。どんな気分、女装今やってみて。やってみて。おかんにめっちゃ似てる。それではジャングルおりさん、よろしくお願いします。本田翼でーす。どうですか皆さん、本田翼感あります？これ検索検索って、もう本当に偽に偽画像を照らし合わせながらやりました。化粧したんでしょ。化粧しましたから。本田翼、これポイントある？ポイント、ポイントですか。いや、このショートカットのこのキューティクルのこのくるんじゃないですか。私、あ、この髪の毛の髪のくるんっていうのを大事にね。ただね、ちょっと前田あっちゃんにも似てんじゃないかっていうの言われまして。どっち前田ちゃん、前田ちゃん、タイムゲット。似てる。僕もちょっとほら、ゴリラ顔なんですよ。だからそれにこうショートボブしたらゴリラ顔だからあっちゃんに似てる。そう、ゴリラ顔で女装すれば誰でもあっちゃんになる。もっと髪切ったらさ、誰、星野純子いけると思う。星野純子もう一緒。デザイナーさん。そう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 。それでは星野純子さんお願いします。星野です。
そして東北3人暮らし、チャンネル登録よろしくお願いします。